サッサリは、イタリア共和国のサルデーニャ島北西部に位置する都市で、その周辺地域を含む人口約13万人の基礎自治体。サッサリ県の県都で、サルデーニャ島第二の都市である。サルデーニャ島で最も古い都市の一つで、多くの文化財がある。中心街イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。サッサリの市街は、オルビアから西南西へ。 約八十二キロメートルオリスターヌから、北へ、約九十一キロメートルコルシカ島のアジャクシオから南へ、約百三十四キロメートル州都カリアリから、北北西へ、約百七十四キロメートル首都ローマから、西南西へ、約三百五十二キロメートルの距離にある。サッサリ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。サッサリには、以下の分離集落がある。 アラゴン王国の時代はカタルーニャ語でサッセルと呼ばれていた。ここにある大学は特に法律学の研究で有名であり、その図書館にはアルボレア国の王女エレオノーラが編纂したカルタデログという法典の文書や11世紀頃のサルデーニャ語で書かれた最古の文書などが保管されている。サッサリ及びその周辺ではコルシカ語が話されるが、これはトスカーナ方言と 遠赤関係にあり、サルデーニャ等に由来していない。サッサリのトラムカリアリとの間に、島の南北を貫くトレニタリアの鉄道幹線が走っている。サルデーニャ鉄道が近郊に路線を運営しているほか、季節観光路線、トレニーノベルデがサッサリとパラーウを結んで走っている。サッサリ市街から南西へ、約2 4トルにフェルティリア空港がある。伝統衣装。 アントニオセイニは、キリスト教民主主義の決闘に参加した一人である。エンリコ・ベルリンゲルとフランチェスコ・コッシガは、共にアントニオセイニの老いにあたる。コッシガは、キリスト教民主主義に属して、政治家となり、首相、大統領を歴任した。ベルリンゲルは1970年代に、イタリア共産党の初期長を務め、ユーロコミュニズム路線を推進した。本記事は、 英語版からの翻訳を含みます。ありがとうございます。